これカドディレクターあそうですねこれはあの実際のレオンのモデルとなった人があの撮影中のシーンですね見たことある見たことあるこれもスタジオモガさんもやってましたねバシャってやつですねバシャってやられましたなかなか男前のめちゃくちゃイケメンですねめちゃくちゃ男前ですよね。 すごい台数のカメラですね。そうなんですよ。これをね、一瞬で撮らなきゃいけないっていう、うんうね、もう全部何十台というカメラが一瞬のシャッターでっていうのでね。うんうん、はい。同時に一般と撮れます。本当にこの細かいシミみたいなものまで拾っちゃうので。はい。すごいリアルに撮れます。なんか表情作ってますね。 僕もこれやらされました。これ、何なんですかね。<laughs> はい、こういうところはね、あの実際にその方にどんな表情。をするのかって人それぞれあるので、うん、こういうリファレンスを何十種類も取って。えっ、ー、と、実際の表情のアニメーションに再現、えー、していってます。<ー>このポイントは、あの表情を取るときに、あの。どこに、あ、どの筋肉がどう動いてるかっていうのを拾うように。うはい、顔にマークして。 いろんな表情で撮影しているっていうことです。あのより的確な表現再現っていうところですよね。はいうん、ね、それがね、映像の中にね、凝縮してるんですもんね。んはい、やっぱりヒューマンドラマっていうところのね、こだわりがありますもんね。ねやっぱり表情大事になってきますね。ええ、はい。ちょっとしたね、表情とか目線の動きとかで、いろんな気持ちが伝わりますもんね。うん。うん、あ、今バシャっていきましたね。ましたねあれですね。さあ、ね、その詳細が。はい。 本当にシミだったりとか、こう、うん、ヒゲの毛穴とか。うんええ、鮮明ですね。イケメンですね。